三十三。飯になった時、奥さんは、そばに座ってる下女を次へ立たせて、自分で救助の役を務めた。これが、表立たない客に対する、先生のうちのしきたりらしかった。はじめの一、二回は、私も窮屈を感じたが、度数の重なりにつけ、茶碗を奥さんの前へ出すのが、何でもなくなった。 お茶ご飯随分よく食べるのね。奥さんの方でも思い切って遠慮のないことを言うことがあった。しかしその日は時効が時効なのでそんなにからかわれるほど食欲が進まなかった。もうおしまいあなたは近くの大変消食になったのね。消食になったんじゃありません。暑いんで配れないんです。 奥さんは、下女を呼んで食卓を片付けさせた後へ、改めてアイスクリームと水菓子を運ばせた。これはうちでこしらえたのよ。用のない奥さんには、手製のアイスクリームを客に振る舞うだけの余裕があると見えた。私は、それを2杯書いてもらった。君もいよいよ卒業したが、これから何をする気ですか と先生が聞いた先生は半分縁側の方へ席をずらして敷居際で背中を障子に持たせていた私にはただ卒業したという自覚があるだけでこれから何をしようというもなかった返事にためらっている私を見た時奥さんは「教師?」と聞いたそれにも答えずにいると今度は「じゃあお役に?」 と、また聞かれた。私も先生も笑い出した。本当に言うと、まだ何をする考えもないんです。実は、職業というものについて、全く考えたことがないくらいなんですから。第一、どれがいいか、どれが悪いか、自分がやってみた上でないとわからないんだから、選択に困るわけだと思います。それもそうね。けれども、あなたは必要。 財産があるからそんなのんきなことを言っていられるのよ。これが困る人でご覧なさい。なかなかあなたのように落ち着いちゃいられないから。私の友達には卒業しない前から中学教師の口を探してる人があった。私は腹の中で奥さんに言う事実を認めた。しかし、こう言った。少し先生にかぶれたんでしょう。 ろくな被れ方をしてくださわないのね。先生は苦笑した。被れても構わないから。その代わり、この間言った通り、お父さんの生きているうちに相当の財産を分けてもらっておきなさい。それでないと、決して油断はならない。私は先生と一緒に郊外の植木屋の広い庭の奥で話した、あのツ、ツジの咲いている5月の初めを思い出した。 あの時、帰り道に先生が興奮した語きで、私に物語った強い言葉を、再び耳の底で繰り返した。それは強いばかりでなく、むしろすごい言葉であった。けれども、事実を知らない私には、同時に徹底しない言葉でもあった。奥さん、お宅の財産はよっぽどあるんですかなんだってそんなことをお聞きになるの 先生に聞いても教えてくださらないから。奥さんは笑いながら先生の顔を見た。教えてあげるほどないからでしょ。でも、どのくらいあったら先生のようにしていられるか、うちへ書いて一つ父に談判するときの参考にしますから、聞かしてください。先生は庭の方を向いて、すましてタバコを吹かしていた。相手は、 自然、奥さんでなければならなかった。どのくらいってほどありゃしませんわ。まあ、こうして、どうかこうか暮らしていかれるだけよ、あなた。それはどうでもいいとして、あなたはこれから何かなさわなくちゃ本当にいけませんよ。先生のようにゴロゴロばかりしていちゃ。ゴロゴロばかりしてやしないさ。先生は、ちょっと顔だけ向け直して、奥さんの言葉を否定した。 三十四。私は、その夜十時過ぎに先生の家を辞した。二三日うちに帰国するはずになっていたので、座を立つ前に、私はちょっと、糸とごいの言葉を述べた。また、当分お目にかかりませんから。九月には出ていらっしゃるんでしょうね。私は、もう卒業したのだから、 必ず9月に出てくる必要もなかった。しかし、暑い盛りの8月を東京まで来て送ろうとも考えていなかった。私には位置を求めるための貴重な時間というものがなかった。まあ、9月頃になるでしょう。じゃあ、随分ご機嫌よう。私たちも、この夏はことによるとどこかへ行くかもしれないのよ。随分暑そうだから。 行ったら、また絵はがきでも送ってあげましょう。どちらの検討ですもしいらっしゃるとすれば。先生は、この問答をニヤニヤ笑って聞いていた。なあに、まだ行くとも行かないとも決めてやしないんです。席を立とうとしたときに、先生は、急に私を貫いて。時にお父さんの病気はどうなんです と聞いた。私は父の健康についてほとんど知るところがなかった。何とも言ってこない以上悪くはないのだろうくらいに考えていた。そんなにたやすく考えられる病気じゃありませんよ。尿毒症が出るともうダメなんだから。尿毒症という言葉も意味も私にはわからなかった。 この前の冬休みに、国で医者と会見したときに、私はそんな術語をまるで聞かなかった。本当に大事にしておあげなさいよ、と奥さんも言った。毒が脳へ回るようになると、もうそれっきりよあなた。笑い事じゃないわ。無経験な私は、君はを悪がりながらも、ニヤニヤしていた。 どうせ助からない病気だそうですから、いくら心配したって仕方がありません。そう思いっきりよく考えれば、それまでですけれども。奥さんは昔同じ病気で死んだという自分の母さんのことでも思い出したのか、沈んだ調子でこういったなり下を向いた。私も父の運命が本当に気の毒になった。 すると、先生が突然、奥さんの方を向いた。しずお前は俺より先へ死ぬだろうかねなぜなぜでもない。ただ聞いてみるのさ。それとも、俺の方がお前より前に片付くかな大抵世間じゃ、旦那が先で、サイ君後へ残るのが、当たり前のようになってるね。そう決まったわけでもないわ。 けれども、男の方はどうしても、それは年が上でしょ。だから先へ死ぬという理屈なのかね。すると、俺も、お前より先に、あの世へ行かなくちゃならないことになるね。あなたは特別よ。そうかね。だって、丈夫なんですもの。ほとんどわずらった試しがないじゃありませんか。そりゃどうしたって、私の方が先だわ。そきこの、ええ、きっと先よ。 先生は私の顔を見た。私は笑った。しかし、もし俺の方が先へ行くとするね。そしたらお前どうするどうするって。奥さんはそこで口ごもった。先生の死に対する創造的な悲哀が、ちょっと奥さんの胸を襲ったらしかった。 けれども、再び顔を上げたときは、もう気分を変えていた。どうするって、仕方がないわ。ねえ、あなた。老匠不条って言うくらいだから。奥さんは、ことさらに私の方を見て、冗談らしくこう言った。